はい、今日の報告します。今日は新宿でした、新宿、今日も朝から紙を切ってって、紙をいつもの資料を作りましたね。なんか朝4時ぐらいに起きて資料、テレビを見ながら、おはようとか目覚ましテレビとかいろいろ見ながら切ると、なんかその日一日がいいような気がするんですよね。朝から別に、なんか JR、 あ、鉄道の女性の人のなんか仕事の番組テレビでやってましたけど、まあ僕なんか会社勤めじゃないですからね、フリーの科学技術研究家、まあ給料がないんですけど、まあそこは8兆売り上げてるっていうことで勘弁してもらいたいんですけど、誰かお金くれませんかね。個人事業咳が止まらないというね。まあ今日なんか慶応で3日間連続で岡田正人先生っていうのは東大の新領域の、あの先生は僕バイオインフォマティックスの時習ってましたね。岡田正人先生は何でしたっけ、自己組織まあシステムバイオロジーの自己組織化のなんか、あの先生は企業なんか三井か住友かどっかの会社のエンジニアもうやったことあるって言ってましたね、授業で。いや僕はもうなんか肺炎のなりかけか気管支か緊急で僕は部屋の中入りました。寒さに耐えられないし、岡田正人先生システムバイオロジーの昔東大理学部で授業何回か受けてましたから行こうと思ったんですけどね、慶応なんかもうめったに、慶応大学なんかめったに行くことないです。まあ最初に行ったのは受験、高1ぐらいの受験の模試で行った、数回しか行ってない、イベントであったという。まあ岡田先生、まあ薬学会に出てます、他のところでは出てないですけど。でも行こうと思ったら永遠のゼロ